玉川星学院中等部、高等部は、東京都世田谷区奥沢7丁目にある私立、中学校、高等学校、キリスト教系の女子校である。女子中高一貫校だが、女子のミッションスクールとして、高校の募集も行っている数少ない学校となっている。ミッションスクールとして、再スタート後、2代目3代目の理事長、学院長に、 米国人宣教師が着任したことで、英語、国際教育が充実した学校となった。日本に住む20カ国以上の人たちの協力を得て、行う、国際で、韓国への高等部修学旅行、全学年に配属される、英会話のネイティブ教師などが特色となっている。日吉総平が1943年に開校した、実業学校の、 日吉学園女子商業学校が始まりである。学校は日本の敗戦後に行われた学生改革を経て日吉学園中学校高等学校となった。1950年学校経営の引き継ぎの相談を受けた日本神の教会連盟の谷口茂子とほが米国インディアナ州マディソン郡に本部を置くキリスト教教団である神の教会宣教局の 援助も受けた上で、ミッションスクールに開祖し、同年9月に、玉川聖学院中等部、高等部と解消されて、現在に至る。ありがとうございます。